こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。オーストラリア自国建造潜水艦建造計画がなぜ進まないのかを考察してみた。そこにはオーストラリアにも問題があることが分かってきた。と同時に、台湾では建造に入って現在急ピッチで建造が始まった。静粛性は日本の次になるのかな。日本の最新鋭潜水艦大芸伊賀進水式を終え、オーストラリアのある一部の議員の間でやはり日本案がなどあるが、では詳しく話していきますね。他、移中政策の中、もっと早くに対中政策を打ち出すべきだったな。2019年末より発生したとされる新型コロナウイルスは1年になろうとしている現在でも収まる気配すらありません。それどころか逆に毎日毎日感染者が増えるばかりです。そんな状態の中、アメリカの原子力空母が運用停止状態となりました。そして、潜水艦内での感染も発生したといいます。原船内でのクラスター発生ということでしょう。狭く密閉された潜水艦は、換気もなかなか行き届かないと思われますし、コロナウイルスだけではなく、インフルエンザなどにも気を使って、過ごしている状況と聞きます。知っている方も多いと思いますが、潜水艦内の生活空間は、プライベートスペースはわずかにベッド一つ分があるだけです。それも、寝転がるのがせいぜいといった感じと聞きます。そんな中に何人もの乗組員が生活しているのです。こんな状態ですから、潜水艦での感染は一気に拡大することは言うまでもありません。世界がコロナで大変なのですが、中国は人口が多すぎる。ので、こんな状況下でもあまり関係ないのでしょう。正直、代わりは、いくらでもいるというぐらいの人口を抱え込んでいますからね。特に現在アメリカの原子力空母は機能停止状態ですから、すぐには動けないわけです。鬼の犬間にといったところで、台湾海峡からいろいろと仕掛けてきているのも事実です。中国の動きも心配ですが、ここではオーストラリアの潜水艦計画について話していきたいと思います。この計画はもう白紙に戻そうとしているとも噂されるほど、はかばかしい進行がなく、ほとんど建造が進んでいないことがはっきりしました。フランスで新型潜水艦であるシュフラン級原子力潜水艦が進水式を迎えたのは2019年7月のことでした。このシュフラン級潜水艦を土台として通常動力型に改修する予定のオーストラリアのアタック級潜水艦建造にもようやく進展が期待できそうです。といっても、このアタック級潜水艦計画は当初のスケジュールよりもかなり遅れが生じていることは間違いありません。
計画では12隻の建造予定にはなっていますが、経費は1隻5000億円を超える巨額になっており、実現できるのかどうかが危ぶまれているようです。オーストラリアの潜水艦計画は日本にも関わりのある事案でした。というのは、2016年にオーストラリアは潜水艦建造に関するコンペを行い、日本やドイツなども参加しました。一時は日本案が優勢だったのですが、オーストラリアとの貿易額1位の中国が横やりを入れたため、日本案は消えたと言われています。結局フランス案が正式に決定されたのですが、その過程でちょうど日本の武器輸出のハードルが下がった時期と一致したので、日本は初めての武器輸出を行うのかという意味でも注目を集めていました。フランスの建造が遅れていることを理由に日本案を逆転採用するのではと予想、期待する報道も一部にあるようです。しかし現実的にはその可能性はほとんどないでしょう。武器輸出に関して日本は経験値がゼロですから、他国とは競争になりません。海自の主力兵器である潜水艦はオーストラリアへ推薦された。そう、夕方が最近は毎年一隻ずつの確実なペースで建造されていますし、その次の型の3000トン級潜水艦もすでに建造が始まっています。そういった意味からも、オーストラリアに潜水艦を輸出する必要性は低かったという意見もありますし、仮に日本に決定していたら今頃はどんな状態になっていたのだろうと、むしろ想像すると冷や汗者だったのないかという感じもしています。ブルゴーニュワインやボージョレーヌーボー、ベルサイユ宮殿やルーブル美術館などのグルメや観光、文化の雰囲気が強いと思いますが、フランスという国は押しも押されもせぬ武器輸出大国です。しかも NATO 北大西洋条約機構の主要加盟国にもかかわらず、伝統的に独自に兵器の生産を継続していますし、エジプトをはじめインドなど多くの国に兵器の輸出実績を持っているのです。特徴的なのが、超大国アメリカと一線を引いた独自路線です。アメリカから輸入できない、コストが高くて買えないなどの戦闘機ラファールなどが欲しいという国にフランス製の兵器を導入しています。武器輸出という事象を考えると非人道的とも思えるのですが、ビジネスと割り切ってフランスは行っているのでしょう。そういう方針の国を相手にしては、潜水艦を売り込むという立ち回りは今の日本にはかなり無理があることだったのではないかと思われます。その反面、オーストラリアのアタック級潜水艦計画でなくとも明白な事実ですが、必要な兵器が自国で生産できないのなら、売ってくれる国から購入するしか方法はないのです。日本の場合、潜水艦や護衛艦などの艦艇に関しては国内で建造していますが、次期戦闘機開発計画があるとはいえ、この分野では国内での製造はとても厳しいのではないかと推測されます。すでに護衛艦の兵装など、その大部分を日本はアメリカに依存している。
状態ですから、オーストラリアの現状に他人事だと甲をくくっていることはできないのではないでしょうか。オーストラリアが本当にフランス案をキャンセルするのかどうかは不明ですが、仮にキャンセルした場合、潜水艦購入の選択肢はドイツからの輸入一択ではないかと思われます。2020年4月ですが、インドネシアが計画していた韓国の潜水艦購入を中止してトルコからの購入に切り替えるのではないかというニュースが伝えられています。そしてトルコが用意する潜水艦も、韓国と契約を交わしていた潜水艦も、もともとはドイツの潜水艦にたどり着くというのです。つまり潜水艦のベースはドイツ製潜水艦ということになると考えられるのです。トルコは韓国と違って燃料電池式の非待機依存型エンジンを搭載した潜水艦を他国へ輸出用途で生産することも認められている国です。インドネシアはこのライセンス生産が魅力的だったのでしょう。もしこれが通れば、インドネシアの行為は国際的審議場から非難を受けることになりそうです。現在のインドネシアは焦りがあるのか、国を問わず各種の兵器を購入しているのですが、このままの路線で行けばいつか破綻が訪れるのではないかと危惧してしまいます。新しい潜水艦を欲しがっている国は多くあります。その調達の陰にドイツの姿が見え隠れしているように感じるのですが、実際のところは一体どうなのでしょう。工業大国ドイツの製品が優秀なので人気があるのか、売り込みが上手なのかなどとも考えてしまいますね。フランスとドイツはかつて何回も直接の戦争相手となった過去がありました。世界大戦では敵として戦っています。それにもかかわらず、新型戦闘機や戦車については利害が一致しているおかげで共同開発プロジェクトを推進しています。ある意味パートナー関係にあるドイツとフランス、オーストラリアがフランスとの契約をやめてドイツに手を伸ばしたりしたら、フランスとドイツの関係にどんな影響が出てくるのか、それも非常に気になります。オーストラリアのアタック級潜水艦は本当に通常動力型潜水艦として収益できるのでしょうか。常識の範囲をはるかに超えている購入価格もですが、費用対効果も含めて改めて注目し直すべき時期に来ているのではないかと考えます。
こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。カイジが誇る潜水艦が敵役に、静粛性ではトップクラスの潜水艦、各国共同で探し出す訓練を、日米英合同訓練はどんな展開を見せたのか。2019年3月14日15日の2日間、日本の本州の南方海上において、日本、アメリカ、イギリスの3カ国の艦艇、航空機による共同訓練が実施された。この日米英による共同訓練は、今回で2度目の開催であり、前回、つまり初回の実施は2018年12月で、同じく海域となる太平洋上で行われた。日米英といえば、くしくも第一次世界大戦後から第二次世界大戦までの間、世界の三大海軍国と呼ばれた国々だが、当時と大きく異なるのは中国海軍の台頭を念頭に置いている点だ。2018年12月の共同訓練には、海上自衛隊からは護衛艦いずもが参加し、イギリス海軍のフリゲート艦アーガイルと共に、アメリカ海軍の潜水艦を敵に見立てた対潜哨戒訓練を行った。今回の2019年3月の第2回目の共同訓練には、海上自衛隊から護衛艦ムラサメと潜水艦イギリス海軍がフリゲート艦モントローズ、アメリカ海軍の対潜哨戒機が参加した。第2回目の方が小規模な実施となったが、海上自衛隊から参加した潜水艦の艦名までは公表されておらず、今回はこの潜水艦が敵役を演じたものだと考えられている。航空機は海上自衛隊が P-1 哨戒機、アメリカ海軍が P-8A 哨戒機を参加させており、これらが艦艇と共同で海上自衛隊の潜水艦を相手に訓練を行った模様だ。ただ参加した潜水艦の数は不明であり、敵役だけでなく複数の潜水艦が敵味方に分かれて、それぞれに対潜哨戒機、水上艦艇と連携したことも考えられる。こうなってくると公表されていないこの訓練の結果、つまり敵役と味方役のどちらが勝ったのか、もしくは優勢だったのかが非常に気になる部分でもある。どちらにせよ太平洋に面し、これまでも日米同盟に基づく共同訓練を行ってきた日米に加えて、本国から遠く離れた海域にまで艦艇を派遣したイギリスには注目だろう。イギリスは将来的には最新鋭の航空母艦クイーン・エリザベスをもこちらの海域に派遣する予定だと伝えられており、中国海軍への対応に注力する姿勢がうかがえる。ただし今回参加したイギリス海軍のフリゲート艦モントローズは、もともとは北朝鮮が行っている洋上での違法な物資供給を監視する目的で派遣されていたものだ。いわゆるセドリと呼ばれるこの北朝鮮の違法行為に対し、各国が経済制裁を無効にしかねないとして、カナダやオーストラリアをはじめフランスも哨戒機の派遣を行っている。イギリス海軍のフリゲート艦モントローズは多くの海上自衛隊の護衛艦と同様にヘリコプターを搭載しており、これらを活用し
洋上の監視任務に当たっている状況だ。ちなみにフランスも日本とインド太平洋海域における共同訓練実施に大筋で合意しており、フランスの誇る原子力航空母艦シャルル・ド・ゴールの派遣も予定されている。こうして見ると西側諸国の保有する航空母艦の多くが日本の近海に集中することとなり、海上自衛隊の出雲、加賀の改修後にはさらにその傾向が強まると言えそうだ。もちろんこの背景には南シナ海で圧力を強める中国海軍を牽制する狙いがあり、もはや一国では中国に対抗できない西側各国の協調路線が鮮明になったものと解釈できる。このような動きの中で日本をはじめ中国海軍への抑止力として期待されるのは、やはり第5世代のステルス戦闘機 F-35 シリーズの配備だと思われる。海上自衛隊は護衛艦出雲、加賀を改修し、F-35B ステルス戦闘機を艦載機とすることが確定しているが、イギリス海軍の航空母艦クイーン・エリザベスも同様だ。すでにアメリカと F-35B ステルス戦闘機の共同運用を開始しているクイーン・エリザベスは、海上自衛隊にとっても非常に有益な参考例となるだろう。ただし発艦用にスキージャンプ方式を採用したクイーン・エリザベスより出雲・加賀にとってはアメリカの強襲揚陸艦での運用の方がより近いと言えるかもしれない。 F-35B ステルス戦闘機についてはその短距離離陸垂直着艦という特性を実現するための構造上、どうしても耐用年数や航続距離が短いという欠点を内包している。しかし同機が持つ高度なステルス性能と最新のレーダー技術は、仮想敵たる中国海軍の策的網を超える作戦行動が可能だと召され、数で劣る自衛隊には欠かせない戦力だ。遼寧をベースに今後は自国建造でカタパルトを備えた大型の航空母艦を配備しようとしている。中国海軍に対し F-35B ステルス戦闘機と潜水艦は必須の戦力と言えるだろう。一方アメリカ海軍の原子力航空母艦は現在の主力の F-18 戦闘機に変えてF-35C ステルス戦闘機の配備を進めている状況だ。これも全ての機体を一気に代替するわけではないため、任務に応じて F-18 戦闘機と F-35C ステルス戦闘機を併用する運用となるのだろう。
こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。南シナ海に2年前、突如として現れた黒潮潜水艦に度肝を抜かれたのを今でも覚えています。当時、海上自衛隊の護衛艦が米国との合同演習中でした。防衛省からの発表もあり、南シナ海で潜水艦の任務が発表されることは異例であり、それで覚えているのでしょう。しかも当時に発表されたのは、もう一つ、15年も前から偵察任務を行っていたという衝撃的な発表でした。これは南シナ海の海底情報を収集したのを意味するのでしょうか。当時の安倍政権の意図はわかりませんが、中国への牽制はもちろん、潜水艦の性能の差なども意味するのかもしれません。ではもう少し詳しく見ていきますね。今頃中国の潜水艦が日本領海で偵察行動しても遅いんですよね。2年前の2018年9月、当時の防衛大臣小野寺御殿氏の発表は世間を騒がせました。海上自衛隊としては、異例の潜水艦の居場所の公式発表ですから、驚きをもって受け止められたことは、言うまでもありません。この小野寺御殿氏は、宮城県気仙沼市の出身で、2011年の東日本大震災では、自宅も被害を受け、その後復旧にも奔走した一人として名前を知っている方も多いでしょう。防衛大臣を2回務めた人物ですが、どうせなら防衛大臣より、復興大臣になってほしかったという声も、ちらほらあったとか。当時、護衛艦、加賀、伊那津、ま、鈴付き、そして黒潮の4隻が南シナ海での航行の自由作戦に参加していました。この航行の自由作戦ですが、やはりというか当然というか、アメリカが行っています。1979年、昭和54年から始まったと言いますから、40年以上も前からスタートしたものです。アメリカは、ある国が、領海や排他的経済水域などの海洋権益を過剰に主張していると判断した場合は、その主張を認めないという意思を表すため事前通告することなく、その海域を航行するというのが、航行の自由作戦、オーノップ、フリーダム、オブ、ナビゲーション、オペレーションです。小野寺大臣の発表内容は、これだけではなく、日本の潜水艦の南シナ海への派遣は、17年も昔から、言っていたというものもありました。爆弾を投げたようなものですが、状況について詳しく紹介していきましょう。海上自衛隊で最大の大きさ、排水量を誇る艦艇は？と質問されれば、戦後初の航空母艦への改修が決まっている護衛艦、出雲だろうと言われる方が多いと思われます。加賀はその同型艦です。2019年、
当時の安倍首相とアメリカのトランプ大統領が視察をしたことで有名になった加賀ですが、2021年度末から予定される定期検査に合わせて航空母艦への改修工事が施工される予定になっています。加賀の現在のデータは、大きさを示す基準排水量が 19,500 トン、満載排水量が 26,000 トン、全長は 248m、 全幅は 38m です。海上自衛隊ではヘリコプター搭載護衛艦 DDH ヘリコプタールデストロイヤーと呼ばれています。ヘリコプター搭載護衛艦 DDH と加賀呼ばれている理由ですが、対潜水艦用の哨戒ヘリコプターなどをマックス14機まで艦載できる能力があるためです。といっても海外ではヘリ空母の中に分類されているようです。このような事実にもかかわらず、専守防衛が胸である自衛隊は、政治と現実の間であくまでも護衛艦という呼称が象徴しているような建前論を根拠として活動しなければならないという、はっきり言って不自由な立場に置かれていると言えましょう。駆逐艦ではなく護衛艦としているのは、第二次世界大戦時の日本軍を連想させる単語を使用しないという、これも建前論から生じた言い換えだろうと思われます。しかし一例を挙げれば、戦闘機はそのまま戦闘機と呼んでいるわけですから、不公平と言うべきか、ちょっと不思議な状態ではないでしょうか。このあたりに関しては、むしろお互いに仮想敵と考え合っている中国の方が正直とも言えるようです。護衛艦加賀や出雲に対しては、中国はかなり早くから航空母艦であるとして警鐘を鳴らしたり、逆に過小評価したり、上げたり下げたりを繰り返していますから。自国のことを棚に上げて、あれこれと他国のことを上げつらう中国の主張を真剣に考える必要はないでしょう。このコロナウイルスの件でもそれはお分かりでしょう。かといって日本が一方的に中国海軍を過小評価して見くびってしまうのも油断大敵ではありますね。改めて2018年の小野寺大臣の発表に話題を戻しますと、南シナ海での演習の意図を尋ねられると、約15年以上も前から潜水艦を含む自衛隊艦艇がすでに訓練を継続して実施していたと説明したのですが、彼の発言をどういう風に捉えるのかで意見が分かれているそうです。発言の字面通りに解釈すれば、まさに15年以上前から海上自衛隊の潜水艦は南シナ海へ進出してきたということになります。では現在まで全く極秘にされていたのかだろうかという想像を抱かせることになりました。国民の中にそんな思いを抱かせる一方、別の解釈も考えられました。それは、潜水艦の南シナ海進出はこの時が初めてだったが、中国海軍を牽制するためにわざとこうした回答を防衛大臣自らが言ったのだということです。この発言によって中国が一層日本への警戒心を自他用と考えたのではないかという解釈です。どちらにしても真偽のほどは
確かめようがありません。しかし、際限なく膨張を続けているような中国海軍に対して、海上自衛隊所有の潜水艦の作戦行動範囲をあえて誇示することによって、日本の優位性を見せつけようとしたのではないでしょうか。というのは、加賀以外の最新鋭とは言えない潜水艦、黒潮も、参加していたわけですから、時代遅れの潜水艦であっても、南シナ海へ進出できると公表することによって、もっと新型の潜水艦、例えば、そう、旧型潜水艦の性能や力を国内外へアピールする効果も確かにあったと感じられるのです。中国はすでに大量の主力兵器を所持しています。日本はこれらの主力兵器、戦闘機や水上戦闘艦、潜水艦などの数では到底かないません。数で負けるなら、謀略で、というのは、孫子の昔からの戦略ですね。日本には、広大な海のどこに潜んでいるかわからない潜水艦を用いることで、中国海軍の能力を分散する手段しか対抗手段が、存在しないのかもしれません。護衛艦、加賀、ですが、航空母艦としての改修を終了し、空自が購入予定の F-35B ライトニング2戦闘機を艦上で運用できるようになるまでには、残念ながら、まだ時間がかかりそうですし、即戦力にはならないようですね。また、その F-35B ライトニング2戦闘機の運用可能となっても、年中艦載機として乗せておくわけではないと言われていますが、加賀の艦上にそもそもどのくらいの数の機体を乗せられるのかについても未だに不明です。予想ですが、格納庫などのスペースを考えても10機前後ではないかということです。正直に言えば、その数では航空母艦の打撃力という点でははっきり言ってレベルが低く、高い有用性を見出すことは期待できないのではないかと言われています。もともと加賀や出雲には航空機の発着用のカタパルトはありませんでした。だからこそ、長距離の警戒任務ができる固定翼機が運用できなかったのです。したがって、哨戒任務は同時に艦載するヘリコプターか、別の場所の地上基地から発進させる機体に任せるしかないと推測されます。加えて、母艦としての加賀や出雲、事態を守る防空任務も必要になります。母艦を攻撃されては戦闘機の帰る場所がなくなりますからね。その防空任務は他の汎用護衛艦などを随伴させていく方法しかないと思われます。ということは、さまざまなクリアすべき課題があるというとですから、実際の運用にはかなりの制限がかかることになるという不安要素も存在しているのです。ちょうどというか、タイミングよくというか、航空機は第6世代を迎えようとしています。この第6世代機がどんな仕様になるのかと、合わせて、これからも、加賀や出雲などを改修した航空母艦が建造される流れになっていくのかも見えてくることになるのではないかと予想されます。